ブゲネは、フランス、ペイドラ・ロワール地域圏、ロワールアトランティック圏のコミューン。歴史的なブルターニュの一部であり、伝統的な地域区分ではペイドレ、歴史的な地方区分では、ベ南ナンテに属する。県におけるブゲネの位置、ブゲネは、ロワール川の下岸にあり、南都中心部から南西 6km のところにある。周辺のコミューンは、南都、ルゼ・ポンサン・マルタン。 サンテイコールグランリュー、ブエ、ブラン、ラ・モンターニュ、アンドルである。2010年に INSEE がまとめた順位表によれば、ブゲネは都市型コミューンである。24のコミューンで構成される、南都郊外の都市的地域の一つである。町の大半は、ロワール川とグランリュー湖の間に広がる低い大地に位置しており、北側は、ロワール川を見下ろす丘となっている。ロワール川沿いは、 反乱源である。20世紀初頭まではいくつかの小島が川の湾曲部にあって本土との間を隔てていた。町には2カ所の中心部があり、どちらも丘陵にある。ルブール地区とレクエ地区は常に別々のものとみなされている。ルブールはコミューン庁舎や行政サービスが受けられるコミューンの中心地である。レクエ地区はルブール地区から2 5キロメートル離れており、 ルゼ市街に近い。レクエには、教会や専門理性がある。コミューン南部には、南東アトランティック空港があり、コミューンのビジネスエリアとなっている。ブゲネという名は旧世紀のエルボージュハクベゴンから来ている。彼の名は、シャトーボーゴン及びモってでボーゴンの語源でもある。ブルトン語では、カーベイガン、地元で話されるオイル語のがロゴではボグニーである。 サンピエール教会ガロローマ時代にはラシートムと呼ばれた町が当時はロワール川の河岸に位置していた丘陵の上現在のルゼからレクエにかけて広がっていたと推測される古代の遺物が若干数レクエ付近のかつての医療にまつわる少々と考えられる場所で見つかっている百四十年の類型圏王の死に続く危機の時代その息子で当時のアキテーヌ・オーシャルルは 親族のベゴンにブルトン人の南都地方への拡大を防ぐよう認じた。ベゴンはこの町のおそらくバスモットと呼ばれるあたりに要塞を築いた。843年もしくは844年に、ベゴンはシャルルに反旗を翻した南都博ランベールとの戦い、あるいはエルボージュ博、ゴンティエとの戦いに没し、要塞はノルマン人の手に渡った。ノミノエそしてエリスポエが率いた。 ブルトン人たちは、なんと攻略後、851年にその時まで、ボアティー伯領とみなされていたペドレを獲得し、最終的には、ベゴンの遠征は、失敗に終わった。10世紀から、ブゴン領主は、ブルターニュ公の家臣であるチェイスタナーとして認識された。15世紀、ショーエ園は、ジャンド・マシュクールとの結婚を通じて、ビエイユビー・ニュ・領主ランド家に引き継がれた。世紀、 ベネディクト会派の女子修道院がレクエ地区に創設された。そこはブゴンの森とトゥフーの中間にある遠隔地にあった。当時、修道院の周りには人々が固まって暮らし、礼拝堂は時に公共の祈りの場となった。副社フランソワーズ・ダンボワーズ像。なんと大聖堂15世紀、修道院の規律があまりに緩んだように見えたため、ブルターニュフランソワ二世は、 1468年にカルメル会の修道所となっていた義理のおばであり、元ブルターニ公皇妃のフランソワーズ・ダンボワーズに訴えた。1477年、フランソワーズ・ダンボワーズはカルメル会の修道所たちと共にデクエに移住した。ギルメットル学により、ベネディクト会の会立で指導されていたため、彼女が追放された後、運営は容易ではなかった。 カルメル改修道院は18世紀終わりまで維持された。この3世紀の間、レクエ女子修道院は社会的に高い地位を得ていた。1790年から1792年にかけ、レクエ女子修道院は聖職者民事基本法に反対した。1791年、なんとの先生司教を司教として受け入れなかったために、 修道所たちは身柄を拘束されて、なんとで城に閉じ込められた。市長の要請で東国から解放されて、修道院へ戻ったが、1792年9月、修道院建物は国家資産として売却された上、破壊された。19世紀、女子修道院のあった場所には、なんとの小さな神学校の建物が建っていた。20世紀になって、建物は、 専門理性の校舎として使われている。17世紀、サンピエールド・ブゲネ教区は二人の領主に分断されていた。フランス革命初期、コミューンを作るにあたり、ブゲネ教区とレクエ教区の土地がまとめられて、ブゲネとなった。県の中で最も農村の特性が強いコミューンがそうで、あったように、住民たちは1790年から始まった。 生殖者民事基本法に反対していた。三人の先制司祭が行きつ戻りつする一方で、非先制司祭たちは秘密裏に信仰を維持していたので、ある。1793年、30万人徴兵令が施行され、コミューンは兵士を12人出すよう求められた。住民の大半が共和国に反対して反乱を起こし、その後、フランスはドシャレット率いるレ軍に統合された。 共和国側は何とに避難した。不思議なことに元領主であるロビノード・ブゴーンは国民衛兵として大きな貢献をしていた。ブゲネはアンドレ海軍交渉を監視する特殊な位置にあった。そこはバンデ軍への攻撃を行う開始場所でもあった。ここは1794年3月に悲劇の場所となった。 アンドレ海軍交渉の共和国軍によって209人の住民たちが逮捕され、4月2日から3日にかけて、銃殺刑にされた。ブゲネは、バンデ反乱軍側よく圧の、最も影響を受けたコミューンの一つとなった。ソースイコール1999年まで、LDH、イヘス、カシニー、2004年以降、INSEE、ブゲネには、なんとアトランティック空港があるため、 エアバス社のブゲネ工場や航空会社レジュナルの本部がある。ありがとうございます。